はい、皆さんこんにちは。今回は中学校2年生 Here We Go のユニット7のパート2一緒にね見ていきたいと思います。今回の動画に関して、予習だったり復習、そして学校の定期テストの前に、しっかりと見てもらってね、重要なポイントだったり、その本文の内容の流れだったりとかもね一緒に押さえていってもらえればと思います。では早速いきたいと思います。はい、今回ブラウン先生からの会話のスタートですね。 And now let's do a quiz to learn more about Australia. Are you ready? Baseball and soccer are popular in Japan. Question: Which sport is the most popular in Australia? A. Rugby B. Soccer or C. Australian football? コウタ君答えます。 What is Australian football? ブラウン先生、 It's a mix of soccer and rugby.さあ、まずここまでね、一緒に確認していきたいと思います。さあ、まず1問目です。Now, let's do a quiz to learn more about Australia. はい、ここの部分なんですが、Now っていうのは、じゃあっていう話でね、話の会話のスタートの時に、ただ言ってるだけなんで、そこまで意識しなくて OK です。はい、Let's do a quiz. はい、Let's っていう話で、スタートしてますんで、しましょうっていうふうに言ってるんですね。はい、なので、Let's do a quiz.クイズをしましょうと。はい。To learn more about Australia. はい。この to learn っていうのは、今回でね、新しい文法っていうわけではなくて、to learn で今回は to プラス動詞の原型、不定詞です。不定詞にはいろいろ意味があったんですが、今回の部分では、何々するためにっていうような、副詞的用法として使われています。なので、学ぶためにクイズをしましょう。はい、何かっていうと、more。はい、この more っていうのは、もっとって意味です。よりもっと。もっとを学ぶためにっていうことです。はい、about Australia。はい、オーストラリアについてっていうことですね。なので、じゃあ、オーストラリアについてもっと学ぶためにクイズしましょうっていうふうにブラウン先生からの話が出ていってます。はい、are you ready?はい、この Are you ready? っていうのはよくね、掛け声として出てきます。準備はいいかいということです。準備はいいですか?はい、で、クイズです。クイズの前に、ごめんなさいね。Baseball and soccer are popular in Japan. 日本でのお話です。はい、Baseball and soccer。これが主語ですね。はい、野球とサッカーは、はい、are。はい、何々です。はい、popular。popular っていうのは、人気があるです。はい、in Japan。日本でっていうことですね。はい、野球やサッカーが日本ではね、人気があります。はい、そしてクイズです。question。質問、問題です。what sport? はい、ここの部分、疑問詞名詞で、セットになってね、どんなスポーツっていうふうに訳してください。どちらのスポーツでもいいですよ。どちらのスポーツが is。はい、これが動詞です。the most popular。はい、今回はこの後ろ、最もポピュラー。the most popular なので、今回はね、ちょっとここ青で線引っ張っておきますが、今回の部分で the most ってきてます。これ、最上級なんですね。最上級の時には、EST をつけて、ザ・ EST で最上級って話なんですけれども、ポピュラーみたいに母音が1、2、3。はい、3つ以上の母音でなっている単語に関しては、ER とか EST ではなくて、more とか most っていうのを前につけて、比較級、最上級を作ります。なので、ポピュラーみたいな話じゃなくてね、the most popular っていうふうに、the most っていう言葉をこの前に置いて最上級なんで。最上級なので一番何々っていうことですね。はい、なので一番人気がありますかって言ってます。はい、 in Australia。 はい、オーストラリアではって、オーストラリアで、どちらのスポーツ、どのスポーツが一番人気がありますかっていうふうに言ってます。なので今回のね、which sport、ここの部分がね、主語として今回出てきてるわけです。なので、どのスポーツがオーストラリアで一番人気があるでしょうか?さあ、答えてください。はい、A、ラグビー、B、サッカー、or C、オーストラリアンフットボール。
はい、A、B、オア、C。あのね、接続詞の部分っていうところ、今回はメインではないんですけれども、こんなところにね、オアってついてます。アンドとかオアでね、いくつも並べるときには、A、B、アンド、C みたいに、A、B、オア、C みたいに、最後のところにね、こうやって、オアとかアンドってつけるんで、A&B&C って言って、アンドをくっつけまくるとね、ちょっと形的に、くどくなってしまうので、A&B&C、A&B&C みたいな形で、最後のところにアンドとオアつけるんでね、そこのところは、気をつけてみて、見てみてください。はい、なので質問してます。この A と B と C の、ラグビー、サッカー、オーストラリアンフットボールのどれが一番人気があるかわかりますかみたいな形で、ブラウン先生クエスチョン出してます。そしたら、当然疑問に思いますよね。何これって話。オーストラリアンフットボールって何ね、コウタ君食いつきます。What is Australian football? はい、What? はい、これ疑問詞で出てきます。何って話です。当然ですね。はい、is 動詞です。Australian football。オーストラリアのフットボール、オーストラリアンフットボールって何ですかって話です。はい、ブラウン先生、ちゃんと答えてくれます。It's a mix of soccer and rugby.はい、it, is っていう短縮されてるんでね、it's っていうのが、それは何々ですっていうことです。はい、mix of チェック入れといてください。これで何々を混ぜ合わせるっていうことです。mix なんでね。まあ、組み合わせるっていうふうに書いてみましょうか。はい、なので、サッカー and ラグビー。はい、サッカーとラグビーを組み合わせたものですよっていう風に訳してくれれば OK です。なので、オーストラリアンフットボールっていうのはサッカーとラグビーと似てるんだけれども、そのね、ルールっていうのを混ぜ合わせたものなんだっていう風にブラウン先生言ってくれてます。それでは続いて、次の文章いってみましょう。さあ、それでは後半部分見ていきましょう。はい、はじんくん言います。The most popular sport must be rugby, so I'll choose A. はい、まず、主語しっかりチェックつけましょう。The most popular sports.ね、ここの部分が主語、そして must be、 これが動詞です。さあ、主語の部分 the most っていう風にやっぱり最上級使われてます。はい、ポピュラーなので一番人気のあるスポーツはーっていうところで、ここが主語です。そして次、騙されてはいけませんよ、この must ですね。今まで must っていうと2年生のところでしなければならないっていう、義務を表す助動詞として出てきたんですが、 must にはもう一個意味がある。それが何かっていうと、今回出てきたように、今回これしなければならないというと日本語がおかしくなってきて、意味もおかしくなってきちゃうんで、これは何々に違いない、間違いなくこうだっていうふうに言いたいわけです、ね。なので、ラグビーに違いないっていうふうな意味です。 OK。 なので、ここは3年生になったとしても、マストには2つ意味があって、しなければならないって意味と違いないね、義務のマストと違いないっていうマスト、2種類ありますんでね、意味しっかり使い分けできるように、訳せるようにしといてください。はい、なので最も人気のあるスポーツはラグビーに違いないって言ってるんです。そうだからって意味ですね。はい、 I'll choose。 はい、 I'll って言ってるんで、 I'll choose、 I will choose ってやつですね。短縮されてます。 choose っていうのは選ぶって意味ですね。なので、僕は A を選ぶよって言ってるわけ。ラグビーに違いない、だから僕は A にするって言ってるわけ。そしたらブラウン先生、 not bad、 はい、悪いを打ち消してるわけだから、悪くないねってことで、なかなかいいね、いい線いってるねっていう風に褒めてるわけです。はい、ラグビー is more popular than soccer。 はい、ラグビーが主語、ラグビーはね、こうこうこうなんだよ。はい、more popular。 はい、more popular って言ってるんで、これも比較級ですね。popular なので most じゃなくて、今回比較級だから more を使って、 more popular で、最上級の時は the most popular、 比較級だったら more popular。 はい、than があるから、その後ろと比べてるわけですね。サッカーよりも人気がありますっていうふうに言ってるわけ。だからいい線いってるよってね。サッカーを選ぶんじゃなくてラグビーを選んでる。確かにサッカーとラグビー比べたらラグビーの方が人気あるんだよねって。
But でもねっていう風に言ってる。It's not the most popular. はい。It's not. はい。なので、ここが動詞で、それは何々ではありません。The most popular. 一番人気があるっていうわけではありませんよって言ってるわけ。じゃあもうそこまで言ったらね、もう順、ここでね、順番を作ってるわけですよ。ね、サッカーが一番下で、次ラグビーっていう風に言ってる。でもそれが一番上じゃないってことは、3択だったからね。もう、こうたくん勝ち誇ったかのように言ってるわけ。はい、OK、わかったと。The answer is C。そりゃそうだ。ね。あと残り1個しかないわけだし。The answer is C。答えは C だねっていうふうに言ってるわけ。ね、勝ち誇るまでもないと思うんですけれども、ブラウン先生。Yes, it's C。はい、it's C。答え、The answer is C っていうことですね。オーストラリアンフットボール。C のオーストラリアンフットボールですよ。つって。はじ。Very, very interesting. とっても面白いね。I didn't know that. 私はそれを知りませんでした。っていうふうに言ってるわけね。一番人気があるのがオーストラリアンフットボールっていうことを、知りませんでした。っていうふうに言ってるわけ。はじくん間違えちゃったからね。まあ、初めての内容ということでね、オーストラリアンフットボールって何っていうふうなところ、僕もあまりよく知りませんけれども、こういう内容でね、進んでいってるわけです。今回で出てきた文法だったりとか、熟語、しっかりとね、マスターしてもらって、特に比較級の作り方、今までは ER、EST をくっつけて、最上級、比較級、最上級だったものが、母音が3つ以上になってくるとね、他の単語でも、more 比較級、more を使って比較級、そして、the most を使って最上級ってなってくるんで、このね、長い形容詞副詞の時の比較級最上級までしっかりと使えるようにしておいてください。今回は、ユニット7の、パート2、ここまでにしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また、パート3、動画の方を撮影してアップしていきますので、ぜひそちらもね、勉強の方に活かしてください。それでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。